はい、皆さんこんにちは、今日はこちらの焼きカレーパンの作り方をご紹介します。非常用に備蓄してたレトルトカレーを使った簡単なレシピになっています。しかも揚げずに焼くタイプなのでカロリーもちょっとだけ控えめになっております。ぜひ作ってみてください。